神道の祭祀、お祭りは、伊勢神宮と属する、諸々の神社で行われ、天下太平、五国豊上、皇室の安泰、万民の平安が祈られる。年に一度の大祭である霊祭、新年元旦の祭壇祭、春の記念祭、秋には豊上に感謝する、新鍋祭り、節句には七夕、朝陽のお祭りなど、さらに細かなものを含めれば、年間を通して、 数多く行われている。大きなものを中心に少々解説するが、それは神に対し神仙や平白を備えた手祭り、そして新人教職が行われる。日本のお祭りは神職を中心に社殿の奥で行われる祭司、祭儀と氏子の人々が参加して行う風流に相当する部分からなる。その全体を指して祭礼と呼ぶことが多い。また、 各家庭の神棚における、毎朝の心配は、家庭祭祀とされる。祭祀とは、古語で言う、祭りのことだが、古語で言う祭りという語の意味についていくつかの説がある。まず、社を定める、三毛お酒や平白といったお供え物を神に、献究するなど、神に対して立て祭ることに、祭るの字を当てたという説があり、古事記、主人天皇の断二例があり、 元りの利長が古事記伝で注釈している説である。また、祭りをラ行四段活用し、その未然型に継続を表す。負の語尾をつけると、物品を献上し続け復従するという意味の祭符となることから、神に対して復従することを語源とする説もある。祭りは、動詞の、松を語根とした言葉であり、神を共応しその将来を待つという意味ととる説もある。 民族学上の検証は行われているが、国語学では、祭るのるは、文法的に説明できず、イントネーションも異なるとされている。大本教など、近代の教派神道では、祭りとは、神と自然と人間の調和の取れた神の釣り合い、神釣りであるという教説を唱えている。日本の神道の祭祀とは、伊勢神宮と属する、諸々の神社で行われており、中でも、 皇室の祭祀は、日本の祭祀の源流であり、本筋であり、最高かつ最大であり、祭祀の形態、機能が完全に具備されており、中心をここに置いて説明することは妥当である。自賃祭や諸者で行われる、独自の祭祀、家庭で行われる、神道祭祀も、基本的に、皇素神を奉る天皇の祭祀に習ったものとなっている。 祭る対象は言うまでもなく、一般には神であり、目的はより生きたいというに及ばない実機願から、神の霊読を身に受けるということである。そうして、人が充実を願ったとき、人を超越した何者か、神に対し交渉を試みるということであり、意敬と信愛をもって祭祀が生じる。そしてその形式は、基人に対する作法があるように、人に似ている部分もあるがそれを超越した存在に、 大して生じている。鎮座の建物である社殿、神仙も人間のものに近いものもあれば人間には住みにくい、食べにくいといったものまである。人間味のあるものと人間離れしたものがあるのである。その姿は目に見えざる霊体であり、神眼を持って仰ぎ立てつれば監督することもある。神毒を仰ぐには商業の神に病気療養を祈るということもあり。 その神特有の神徳以外の万神に共通した神徳を仰ぐ場合もある。新人教職。その後の直来とは、日本初期に手なめらいのことであり、頂戴する意味であり、備えられた食事は、霊気の加わったものと解され、これを腹に収め神の霊徳を、未徳する。またこれは、皆で分配するということでもあり、宴会である。伊勢神宮では古くは、頂戴した後に、 数前といい、身に心に霊毒が満ちたので歓喜に耐えられず待まった。宮中祭祀は天皇が取り行う宮中の祭祀である。新目祭りは毎年行われる。大上祭は天皇の生涯一度即位に祭して取り行われる。神社で行われる祭祀は神儀をひたすら放祭し、神直に明らかな方法藩士の誠を捧げて、 真意を発揚し、神徳をすべきことを本義として、皇室と日本の高まさと、世界平和、宇じ子、数形者の繁栄、道義の公用と特性の寛容を目指す、公共的な祈りとされる。神社で行われている祭祀の大抗は、明治8年に、式武僚たち、神社祭祀で制定され、明治27年に、内務省訓令、昭和14年に、 韓国兵舎以下神社祭司令として交付された。神道司令によって、これらの法令が廃止された後、神社本庁が昭和27年に神社祭司規定を定めた。現在行われる神社の祭司はこの規定に、基づき祭司が営まれている。大きく分けて、大祭、中祭り、小祭りに分けられており、式次第などの祭目を定めたものを神社祭司記と呼ぶ。 大祭長らく行われてきた国家公共の祭祀、お玉城の官業を伴う祭祀、祭神と関係の深い祭祀、神社に特別の遺書がある祭祀が定められる。霊祭、鎮座祭、本殿仙座祭、式年祭では神社本庁から本庁兵が共振される。霊祭神社鎮座の日や祭神に特に縁の深い日に行われる祭りで神社にとって 最も重要な祭祀。例祭の内天皇の直詞を迎えて行われる祭りは、直祭と称され、特に三直祭と呼ばれる、春日大社の春日祭り、鴨神社の葵祭り、岩清水、八幡宮の岩清水祭りは、古来の格式を伝えている。記念祭2月17日に採行、皇室の夜坂と、国家、国民の一年の安泰を記念する祭祀で、 年国の法上をはじめあらゆる産業の発展、国力の充実が祈られる。ニーナメ祭り11月23日に採業。宮中で営まれるニーナメ祭りに合わせ深刻の収穫を感謝する祭司。式年祭一定の時を期して定例の様式で営まれる祭司。沈め座日、祭人の年祭など神社にとって特に由緒の深い日に基づくものが多い。 沈め座祭り新たに社殿を建て、神霊を沈める祭祀。千座祭神霊を、本殿から仮殿もしくは権殿へ、また仮殿もしくは権殿から本殿へ移したて祭る祭祀。前者を仮殿千座祭、後者を本殿千座祭という。社殿の修繕、改造にあたって臨時に行われている場合と一定の周期で行われる場合があり、定期的なものは、式年千座祭と称する。 防止祭神霊を合わせ立て祭る祭司。神社を合併する場合と祭神を増加させる場合の2種に、だいぶされる。分子祭祭神を分ける祭司。新たに創立された文社に対し元の神社からその、文霊を放線する場合、特殊信仰によって、祭神を増加しようとする他の神社に対し放線する場合、遠隔の深海地などの移住民が神社を増援し、 郷土のうぶすながみの本社から分霊を放線する場合に大部される。仲裁大祭に次ぐ公共性の高い祭祀、神社に有意書のある祭祀が定められる。最短祭1月1日に祭用。新年を祝い、小賀の予とを奏し皇室の八坂と国運の高まさ、氏子、数形者並びに社会の繁栄と平和を記念する。原始祭1月3日に採用。 年頭にあたり、天皇の八坂と国の、ますますの発展を記念する。昭和祭4月29日に再行昭和天皇の遺徳を傾向し、皇室の八坂と国の、ますますの発展、文化の振興と産業の増進、永遠の平和を記念する。平成17年の祝日法改正により緑の日が、昭和の日と変更されたことに伴い明治再制定の、 前例に習って定められた。神ナメ宝祝祭10月17日に採用。伊勢の神宮で採用される神ナメ祭りの当日、全国の神社で宝祝の誠を捧げる。昭和22年に神宮祭として定められ、昭和46年に神ナメ祭り当日祭り、平成18年に神ナメ宝粛祭へと改称された。明治祭11月3日に採用。 明治天皇の大技を称え、皇室の八坂と国の発展、文化の振興と産業の増進、永遠の平和を記念する。天朝祭天皇誕生日に採用。天皇の誕生日にあたって、宝祝の意を表し、天皇の長寿と健康を記念する。小祭り大祭、中祭り以外の祭祀。高齢式定記のほかに、神社で行われる恒例式として、下記のものが定められている。 1990年、第125代天皇、秋人の大城祭大城祭とは、天皇の即位に際して取り行われる、大新滑祭りのことであり、高祖神とされる天テラス王美の御霊の冬を天皇が体現することで、現人神として蘇るという思想から、即位の年の新滑祭りを大城と呼ぶようになったので、ある。なお、昭和天皇は、終戦後、現人神でなく、 人間天皇であることを宣言した。以下は、祭祀の部分であり、全用ではない。祭祀の中心部を見ていくと、天皇は、あもうごろも起きたまま小弓を湯に入りお湯船にそのまま、脱ぎ捨て、湯から上がり着衣する。その間の米付きでは、稲刈りで死んだ国礼を蘇らせるよう、八乙女が稲薄月歌を歌いながら米をつく。祭儀中の最重要部では、 天照総神を神座に迎え、天皇は神仙を教職する。神座の傍らには、神のお衣である和名と荒体が置かれている。古来のように柏の葉でできた平手を彩姫が、天皇に渡し、ご飯を盛り姫に返し、彩姫は神前に並べていく。魚、五菓子と同様にし、白酒、黒木は天皇が注ぐ。天皇は頭を下げ、手をあち、菓子鉢。 王と言って、三箸食べる。その間、扉を開く、新鮮を備えるといった際に、神楽がそされる。祭祀の事前には、土地を定めて、種となる稲だけでなく泡も作られる。抜け稲式では、増種士型の中央で稲を集め、ついで、稲見子が集め、ご飯とおかゆ、白酒と黒木にされる。大城祭に放仕する者の汚れを払う、荒身川払いが行われるが、 大麻に手をかけ身の表の毛れを移し、息を吹きつけ身の内の毛れを移しといったように一部、一分を行う。人形で体をなで、三枚を行う。春日大社の霊祭である、春日祭りは、始まりが八百四十九年とされ、神と人との仲を取り持った中とみのしの氏神を祭る、古代の祭祀の方法を伝えていると言われる。事前に、山の榊を切り、 新職者の原意識を行い、三木式,式が行われる。春日祭りの当日には、多くの神社で見られなくなったお都会の儀から始まり、黒米飯や、おうお、ご精進、ご歌手など、調理されたことを意味する熟線を備え、乗りとを創上し、神宝を飾る。春日祭ではこのお都会について、国名に記録されており、特に新鮮について、かなりやかましいということである。従来、 調理した新鮮が本来であったが、明治維新の際に大部分の神社において廃れたものである。お都会は、伊勢神宮では、神奈目祭りにしか行わず、区伝のあった神社もあり古くは殿内に入るということから重要視されており、岩清水祭りでものりとを創造し、拍手を行う。次に、原江戸社の前で中富の笑いを受けるが、ここでも調理した新鮮を、 お供えし、もろもろを取り行った後に三枚をするが、これも、玄根では見られない彩色で左右中と行う。伊勢神宮では、原江戸神へのお供としては、ちぎり三枚が行われる。大麻の使い方も異なり、玄根では音を立てて振るが、春日大社では撫でるように行われる。春日祭りの祭祀の中心部では、演儀式の儀式作法書通りであり、宮司が、 お供えされたお棚御膳の上の柏の葉の蓋を開け、幹を尺儀、共振する。天皇からの御兵物つが奉納され、直詞は天皇からの言葉である御祭門を奏上するが、この紙は、春日大社では、黄色、伊勢神宮では、花大路、鴨茂神社は、購買食などの定めがある。鴨茂神社でも、払いを行い、神仙を備え、祝刀奏上しと、大枠は同じである。 神にお供えするために奉納される品々は、かの神社の次大書では、青和平、白和平と書かれており、日本書紀では、ぬさ、みてぐら、古くは、にぎたいとも呼ばれ、きぬ、あさ、もめんなどである。家庭の神棚では一般に、中心に、伊勢神宮の神宮大魔を、右に、宇治神の神札、左に自分が通敬する神社の神札を祀る。 あるいは場所がなければ、前からその順に重ねる。あるいはそれもできなければ叱る。位置の高い場所に紙札を貼る。各家庭で毎朝行われるのが、家庭祭祀であり、国学者の平田篤種は、文政年間には、毎朝心配式を記しており、天日や日本の国土に始まり、代々の祖先までをこの心配の対象としている。一般には、紙棚に込め、塩。 水などの新鮮を備え、神社参拝と同じように2杯に拍手1拝し、廃止を創上するとなお良い。AB 伊勢神宮を中心とする、別表神社や旧近代社格制度を参照。ABCDEFGHIJKL 星テルオギ祭祀の展開日本文化協会、1937年。ABCDE 前見上中、神道祭祀。 神を祀ることの意味、時書防1992年、ISBN48 億8602万百4 6 20, 8ピアニッシモ23から32、AB 中川和明、平田国学による祭祀の創意とその波紋、毎朝心配式、玉田すきを例に、書物、出版と、社会変容第19号、2015年、73から113ページ、 ネイド1200億566万6333。AB 鎌田東に、新透用語の基礎知識、角川書店、角川選書1999年、ISBN40 億4 7七百3万3014、ピアニッシモ百196から199、AB 神社本庁、 神社祭祀規定神社祭祀関係規定府解説。神社信奉者。A.B. ハセハルオ。神亭造法神社祭祀道行事作法教本。神社信奉者神社本庁。神社によって行う。恒例式参考。三たの。冬。オンイコールライ、オンイコールライ、愚辞書。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K. 取り越え。健三郎。大城祭。悲儀の全用。歴史と。旅。 第17巻第18号、1990年から12、36から45ページ。ABCD 赤堀又次郎、ご即位及び大上祭大八集学会、1914年、118から149ページ。ABCDEF 三吉和義、岡野博彦、カスガ大社単行社、日本の古社、2003年、91から94ページ。 ISBN 44億7303万1098。ABCDEF 星の照沖。現代における祭祀の欠陥。神社教会雑誌25年代11号。1926年。2から14ページ。荒木直と神優のには。世界文化遺産。京都鴨御祖神社。下鴨神社経済会。2007年。 ISBN 978から47億6678万3964。荒木直と神優のには、世界文化遺産、京都鴨御祖神社、下鴨神社経済会、2007年、194ページ。ISBN 978から47億6678万3964。AB、神社 Q&A 家庭祭祀。 東京神社町2018年3月10日へずらんありがとうございます。